ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの15年の入場者がこれまで最高だった1270万人を今日超えました。今年度の入場者は、1370万人程度になると。なぜこれほど USJ が人気があるのかということですが、一つは14年に USJ の中に開業したハリー・ポッターエリア、これが、依然として人気が続いているということ、それからハロウィンイベント、これは日本全国でもうすでに大きなイベントになりましたが、そういう、数々のイベントが非常に人気を集めているということ、つまりリピーターが新しいことを求めて次々とやってくるという構図が出来上がっているということ、さらには日本を訪れた外国人の方も USJ に次々と来ているという状況があります。任天堂と提携して、おそらくマリオなどのキャラクターを使った新たなエリアを作ろうとしています。また、今進撃の巨人などいろんな人気アニメなども使ったイベントもこれから次々とやられていくと思います。課題があります。それは、現在 USJ の、キャパシティから言うと、いっぱいになっていると、つまり平日お客さんかなり、来られています、休日だけでなくてかなり多くのお客さんが来ているということで、今の USJ の一つだけの園だけでは、もう新たなお客さんはなかなか呼べないという状況になっているんじゃないかと思われます。沖縄に作るという案もありますが、今の経営陣はそれについてはまだ、新たな方針を示していません。今後どうやって成長していくのが大きな課題になると思います。